やっていこうか。バイオハザード6。まあね、もうほんと、先っちょだけだから、先っちょだけだからって言い続けてきたんですけれども、やっぱり根元までしっかりと言えなかったんで、もう、満足させられないわ、私なんてっていうことをね、怒られちゃいまして、エダ姉さんにですね。はい。で、こいつが先っちょだけ入れようとして怒られた、マックの死亡でん。よくわかんないんだよね。なんでこいつ、俺に関してだから、カーラが、こっち手招きしていたっていうことなのかな。うん。ということで、まあ、死体ちゃんがいらっしゃるということで、知らあのステージに立つと、あいばいばこっち向かってきてるよ、こっち向かってきてるよ、だからこうして差し上げましょう。ステージに立ったら、だだ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 、私がやられちゃった。 Off on your own cruise gotta be bad for morale。 かわいそうだね。ああ、そうそう、皆さん、あの暑い日々がね続いておりますんで、ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押した後はね、もう冷たい飲み物を持ってきてね、もうあの、ビルと見ていただけたら、学生さんとかはね、あの、まあ、これからアルバイトの方とかもいるかもしれないですけど、まあ、社会人の方はね、あの、まあ、これがどのくらいに上がるのかな、どのくらいに上がる予定なのか、多分8月中旬過ぎくらい、まあ、お盆終わっちゃってるか、お盆終わっちゃったらあれかな、うん、なんですけど、まあまあ、あの、仕事終わりにね、駆けつけいっぱい、あの、美味しくて苦くて、そして、なんかだんだん饒舌になっていく特殊な黄色い飲み物でもね、片手に飲みながらですね、ぜひプレイしていただけたらなというふうに思います。My dearest Aiden One はね、真夜中なんでね、で今日はちょっとね、夜更かしをしようと思ってるんで、本当は夜に絶対飲んじゃいけないね、カッフィーをね、飲んでカッフィー、はい、最近さ、なんか年齢別貯蓄額の中央値って、要はさ、僕普通に今一般サラリーマンをやってるんですけど、やっぱりね、サラリーマンの悩みっていつまでたってもお金っていうのは拭えないと。だから今の仕事がね、失われて、ね、あの収入源が断たれてしまったら、もう生活していけないみたいな状態になっちゃう。だから自分がどのくらいの貯蓄を持っていれば生きていくことができるんだろうなっていうことを、まあなんかいろいろとね、あの調べてみたらね、なんか20代が200、貯蓄額。That was dated six months ago. That can't be right. I don't remember those orders. Maybe they were passed on to someone else. 50代800万、60代、70代が1400万とか500万とかなのかな。だからね、60代、50代が、なんかまだね、おめえら、あの何世代分に作るんだっていうくらいのことを詰め込んだっていうところがあるから、その時にね、お金を使っていただかないと、我々若い世代の方にお金が集まってこないんじゃないかっていうね、だから僕らがね、頑張って食べようとして、そもそも給料が、ね、上がるのっていうのは、やっぱりね、お金がどれだけ市場に回っているかっていうのは非常に大事なところではあるんで、とりあえずなんか、あの喋ってて、ずかついてきたから、顎に入りかましといたけど。そう。で、あの、もう、次、隣の晩ご飯しようって。っていうようなところなんですよね。だからまあ、いやいや、まあまあ、言い訳をすると、やっぱ、稼いでない自分が悪い。で、言い訳じゃない、ちゃんと自分に焦点を当てると、お金を稼いでない、稼ぐ力を身につけてない自分が悪いんだけど、まあでも結局はね、誰だっけな、僕ね、結構ね、森岡剛さんっていう方少ないです。株式会社刀の代表取締役で、USJ を、ジェットコースター後ろ向きに走らした人ですよ。あのね、黄色い飲み物飲んでないはずなんだけど、ずっと恐ろしく悪かったのがね、ジェットコースター、なぜ USJ はジェットコースターを後ろ向きに走らせたっていう本とかね、一躍有名になった人ですけど、まあ、日本最強のマーケターって呼ばれてる方なんですけどね、その方なんかが、その人も50歳くらいですよ。要は、段階の世代くらいになってくるのがもう50歳になってくると。その人たちは、やっぱ先人の人たちが、その戦後間もない復興から高度経済成長を育てた人たち、高度経済成長を、まあ、導いた人たちが親だったわけですよね。で、自分たちはその言ったらば甘い汁をすすって生きてこれたと。ただ、その自分たちの世代、今のだから50代とか60代くらいの世代の人たちっていうのは、さらにその次の世代につなぐためのことを何もしないで、全部負債を、僕ら、まあ、その30代以下の、まあ、いわゆる団塊世代の子供たちの方に押し付けてしまっていると。いうそんな話が出たりしてるんですね。だからそれをなんとかちょっとでもその自分たちが、ね、
まあ、今日本は腐敗してるとか腐ってるとか終わってる、敗北したらどうしようみたいな、終わってるみたいな、そんなことがね言われたりとかするけど、そういったものを少しでもね、あの自分たちがその生きるためのだけじゃない、生きるためっていう考え方を捨てて、まあ、あの次の世代の子たちのためにスーパーを当たったり、次の世代の人たちのために、あの自分たちの、まあ、世界を絡めながらね、Sorry, boys. No time. My dance card's already full. もう、まあ、ちょっと協力してもらいたいなみたいなことをしてて、いやもうなんかこう全員だってなったらとても拒絶もなくかかあの偏ってしまうからよう言わんけど、まあでも少なからずそういう目線を持つというか考えを持つ人がやっぱりね、もうちょっと上の台にその通してね増えてくれたらいいかなと思ったりするけどね。まあね、そう言ってる時点で圧倒的なんだけど、まあ僕は僕で自分の人生をちゃんと守っていかなきゃいけないと思ってるし、それからねやっぱり何よりも、まあ、自分の人生生きることも大事なんですけど、僕はもう自分の子供を何よりも大切にしたいなって思ってるから、ああなったらもうあの見境なく誰でもいいからとにかくランディングしたいっていう状態になってるからね。無理かな。降りたら大丈夫だな。降ります。OK。まあ、こいつで。待て。全然撃ってくれない。ああ、撃ってくれた、撃ってくれた。ああ、よかった、よかった。薬物中毒者みたいな。ブエーって。ぐるぐる。ああ、もうそんな飲みすぎるからゲロ吐いてんじゃん。ダメ。もうそんなの天までいっぱい見るよ、俺。そうね、まあ、やっぱだから次の世代のためにっていうのを思ってた。人間の、 あの欲求っていろいろあるじゃないですか、ね、あの睡眠欲、食欲、性欲なんかっていうのがあの三大欲求だったりとかって言われるけど、その欲とは別で人間の幸福度を高めるのがすごく大事なので、何かに貢献することなんですよ。でそれがやっぱ一番評価として返ってきやすい、分かりやすいのが人に貢献することなんですよね。ウィーダメーションみたいな、それがねやっぱね、できて初めての人はね幸せだから、なんか自分だけがこうなんか楽しむためのお金ため込んでも仕方がないからね。で、まあ、さっきのあの貯蓄額の中央値なんかっていうのも言ったりとかしたけど、まあちょっと具体的な数字は言えないけど、あ俺何十代以上のあの貯蓄額があるから全然平気だわっていうのを思ったんですよね、うん、この段階でそれを持ってるっていうことはね。で、うん、まあ、比較的、まあ、収入の方も別に今、断たれたとて、まあ、あの困るような、ね、あの貯蓄額じゃないし、収入面で言ってもね、一応その、平均値と呼ばれている額よりは、まあ、高いって高い。ただね、あれね、一個問題があって、皆さん、あの平均収入ってあるじゃないですか、平均賃金っていうの。あれってね、現役世代。だけで取ったらもっと高いよ、多分600万くらいいくんじゃない、今410何万とかって414万とか、あーやばい、爆発物陳列剤がこっち向かってくる、やばい、爆発物陳列剤、 OK、 ほい、そうで、まあまあ そんな話はいいんだけど、うん、そうあれね、なんで、あの、440何万だったんですよね、30年前くらいっていうのが。それが今410何万に下がってる。あれ何かっていうと、あれ数字のマジックっぽくって、まあ、実際のところ、ね、あの、どこまでが真実なのかっていうのは、まあ、推し量ることちょっと難しいんだけど、まあ、何かっていうと、再雇用なんですね、非正規雇用の人たちが増えているっていう、それはまあ、僕ら現役世代の話じゃないですか。だけじゃなくて、再雇用の、要はあの60歳とか65歳を過ぎた人たちがもう一回働くっていうのとかで、要はそれまでにもらえてた額からもうなんか3分の1とか3分の2とかっていう額にガクッと下がって、実際そうなんだけど、ポチッとな、これどこまで行こうかなとね、ビビンとっていうのがあるんで、それも
その人たちが要は30年前ってあんまりいなかったわけじゃないですか。だって年金がちゃんともらえて普通に一般的に生活していくことができるだけの額を手に入れられてたわけだから、わざわざ再雇用までしてね、なんか暮らせないっていうような状況ではなかったんですよね。ところが、まあ、今はその年金額がどんどん下がっていって、まあ、そもそも、ね、年金をね、暮らせるだけ納めることができなかったっていうこともありつつ、現役の時の問題点としてあるのかもしれないけど、それは一旦除いてよ。年金だけじゃ暮らしていくのがしんどいわっていうことで、再雇用をしている人たちが増えてきてるわけですよね。まあ、もしくは、昔よりも老後が長くなっちゃってるから、長くなっちゃってるって言い方なんかマイナスっぽいから嫌だな。まあ、長くなってるんですよ。だからね、現役の時にできなかった趣味とかっていうのを、まあ、老後にね、たくさん楽しむだけの余裕と、まあ、時間がね、まあ、余裕はないかもしれないけど、時間は手に入ったわけさ。だって、仮に60で引退した後に、まだあと40年も生きることができるっていうね、時代ですから。5分の3頑張って生きて、5分の2は、自分の人生をね、自分の人生って言い方も変だな。なんて言ったらいいんだろうな。まあ、これまで、ちょっと現役の時に我慢したようなことっていうのができるようになってきたという、そういう時代なわけですよね。だけどそうなったら、いろいろと活動費とかっていうのも当然上がっていく可能性っていうのがあるから、今手元にあるお金だけがね、手元に入ってくるだけのお金じゃ、まあ残念ながら足りないですから、そういう感じなんですよね。ってなれば、働かなきゃいけないという、まあ、そもそも蓄えがなかったかもしれないっていうお話もあるけど、まあそれは一旦置いといて、っていうことを考えたら、ね、おい、やばい。って考えたら、その人たちがやっぱり再び働いて稼ぐお金っていうのは当然ながら、まあ、中央値下げるわなっていう話で、まあ、平均値下げるわなっていう話で、まあ、そういう人たちがたくさん、まあ、世の中に出てきてるから、この30年の平均賃金っていうのは下がっている見方になっちゃうよ、なってるよっていう、まあ、そういう一つの見方もあるよねっていうところですね。まあ、あくまで僕は、所詮ネットから拾ってきた情報なんで、これがどこまで真実として捉えているのかっていうのは、本当に、金額が下がってきてるかもしれないし、まあ、ただね、やっぱり、なかなか給料上がらないよみたいな話とかって、やっぱ、文句として出てきてると思うんですよ。それって確かに事実で、日本の賃金って本当にもう1年間一生懸命働、爆発した、バルタンステージ爆発しちゃった。一生懸命働いたけど、1年で上がったのは、結局5000円でしたと。なんなら、翌年に払う税金の、月額の税金の方が多くなっちゃって、手取りマイナスになってますわ、なんてことですよ。よくある話なんですけど。で、ただ、これちょっとなんか企業数とか、パーセンテージとかっていうのが出てないからわかんないですけど、結局ね、なんかね、内部留保ってわかるかな？会社がお金を、まあ、売り上げを出しますと。で、売り上げた後に、まあ、いろいろ、まあ、差し引き、まあ、給料だったりとかね、まあ、要は売り上げを上げるために使った費用を差し引いた額っていうのが、まあ、利益ですと。で、その、あれ、ちょっと、あ、そうか、いけないんだ。その利益の一部を会社の貯金として、一般の人でいうとこの貯金として残しておく。とんでもないところ売っちゃうわね。話になるか。思い出したわ。Think about where you are before you shoot. I mean, really. ここで考えられる。The hull has been compromised. Prepare to evacuate immediately. で、その内部留保があるおかげで会社が潰れずに、まあ、いるというようなそんな話だったりするんですよね。いやだから、開けます。This sub isn't going to last much longer. まあバンバン投資に使ってね、会社を拡大してね、まあ、給料もバンバン払いますわっていう会社とかもあって、そっちのがなんか一般的にはね、魅力的に感じるかもしれないんですけど、でもね、あまりにもお金が手元になくなって、で、日本で言ったら借金で、まあ、リーマンショックだったりとか、コロナショックがあったりとか、まあ、ちょっと前だったらね、なんだっけ、
でしたかな、まあだいぶ前でいくと、まあ、バブル崩壊、91年のバブル崩壊とか、まああの未曽有の危機っていうのがね、やっぱり5年とか10年スパンとかで起こってますと、うん、いうような時に、やっぱりバン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 投資に回しまくってた会社っていうのは、会社をあの持たせる、立て直すために、あのなんとかね、手元のキャッシュを使って守ろうみたいな、そういう動きが出てくるはずなんだけど、まあ、残念ながらね、こんな中でもね、襲ってこようっていう不届き者がいるんですけど、さすがに船が沈みかけている中で走って逃げていきますよ、それは当然ですっていう感じですね。で、違う違う、そうで、やっぱりバンバー投資使ったあの会社は、会社を持たせるだけのお金っていうのが手元にない状態、内部留保ない状態になっちゃうんで、まあ、残念ながら潰れていってしまって、そこで働いてる社員さんとかも当然ながら、まあ、路頭に迷うことになってしまうんだねっていう話なんですよね。だからいい意味で内部留保で、まあ、あの会社、あの社員の人たちにあんまり残念ながらちょっと給料を渡すことができない状態の会社さんっていうのは、ちょっとね、まっすぐ進んでくれない、なんでこんな、ちょ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 、炎に突っ込んでってる、炎に突っ込んでてる、炎のランナーじゃないか、ちゃん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 、あっち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 、見えない壁に阻まれていくよ。で、まあもうそれはいい。危ない、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 なんで下がるって、おー、落ちます、やばい、ヘルプピー、なんでこんな段ボールが、なんでこんなカッチカチの段ボールが。だから、上がらない、給料上がらないけど、結局、サラリーマンとして働いてる人たちって、自分一人で、なんか、フリーランスとか、個人事業とか、会社を起こしてとかっていうことが、できないの、まあ、能力的にできるかできないかっていうのは、まあ、別として、まあ、結局、そこまで踏ん切り つくことができないわけですよ。僕もその一人だしね。So much for the rescue sub. だからこそ、その会社の給料が上がらない、まあ、ちょっと生活が苦しいなって思いつつも、それが全くゼロになるのと、今のちょっと苦しい生活を続けるのとだったら、どっちの方が、まあ、いいですかっていうことを考えたら、まあ、間違いなく後者だよねっていう話になってくる。だったら会社に ある程度の内部留保を貯めといていただいて、The torpedo control should be up ahead. ああ、よかった。ある程度会社に内部留保貯めといていただいて、で、まあ、給料はなかなか上がらないな、しぶちんだなと思いながらも、でも自分はそこで長く働くことができて、生活を担保してもらえてるっていうことを考えると、まあ、左の方にピョンと飛ばなきゃいけないっていうわけですよ。まあ、内部留保の方が、まあ、ある種選択としては長く細く生きていくには大事なのかもしれない。短く太く生きるんだったらね、もうガンガン投資してもらってね、まあ、あ、ちょっとこうじゃないか、どうだ、なんかどっかにエンゼルスがいたんですか、スイッチのアルフォードがあったの、どこだ、こっちで、なんか雲男、あ、これだこれだ、さらにこれ破壊していくか、ジョッピー、ん、こっちで合ってる、プリッ、違うな、間違えた、あ、じゃあ合ってるのか、あ、じゃあスペース、急ごう急ごう急ごう、下から水が迫ってきてるから、そんな時にこんなか弱いビジョンに、こんなか弱いビジョンに力仕事をさせるだなんて、あー、なるほどねって、これで水を止めて、なんかどっかよくわかんないところ戻って先に進んでいくと、だからこれ逆に反対方向進んでたとしたら、あれか、よし、で、これで合ってる、進めてるよね、大丈夫だよね、あれ、なんかまた降りるとこになってるけど、すげえ不安、あーってたってた、水、これあれなのかな、もしさ最初にこっち来ちゃってたとしたら終わってたのか、チュキン、うーくるっと、で、こっちじゃないか、この登って、あーやばいやばいやばい、あ、水が迫ってくる、迫り、今からちょっと、あぶねー、ギリギリ、いつだってギリギリに生きていこうぜ、崖の上で生きていこう、みんなにこそこそ笑われるぞお前、よし、で、こっちなのかな、ピョン、あ、で、ここ登っていきますと、うん、うわー、なんか狙いすましたかのように水が溢れ出てくるよね、で、あ、登ります、登れない、あ、登れない、あれ、あ、こっちこっち、階段、え、あ、だから落ちちゃう、で、あ、え、嘘、あー、ちょっと待って、いや、一瞬だっぺや、あはー、ぷかぷか
浮いてるランドセル。エイダー、マジっすか。くそ、そんなことになるとは思わなかった。やっちまった。The sub is sinking fast. 現実を、ね、突きつけられてるの。私はたくましく生きていくわ。だって人間だもの。まあなんかちょっとすいません。あの動画の大半ちょっと説教じゃないな。まあまあ生きていくね。あの必要を、ね、皆さんと共に考えましょうかよ。勝手に開いてやっちゃったってところがあるんですけど。まあお金のマジックってこういうところっすよね。はい。あでも結局ね、あの国だったりとか上の人たちがなんだかんだとかって。自分が稼ぐか自分の身を守れるかっていうことが一番大事だから、上の世代がもっとお金を使ってくれたらなーなんてことが僕は言ったりとかしたけど、これまたやばいんじゃないか、これまたやばいんじゃないか、めちゃめちゃ引っかかってきたりとか、あ、ダメな気がするね、ダメな気がするけど、正義 OK だね。僕は自分次第で自分で稼ぐ、自分で守っていかなきゃいけない。はい、でなぜかここまでは来れないと。じゃあ、溜まったお水はどこに流れていくんだろうね。まあ、どっかなって。はい。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきたいというふうに思います。次回おそらく最後のパートになるかなというところですね。チャプター1ね。はい。ということでね、まあいろいろとすいません。なんかお金のことね、僕お金大好きなんで、お金に執着した話、ベラベラ喋っちゃいましたけれども、まあ少しね、あの、お役に立てれば幸いですというところですね。あれ、バイオしながらする話だったっけ？普通に実況ってなんだろうっていうことを考えさせる回ですね。はい。ということで、まあ本日の動画は以上とさせていただきます。また明日お会いいたしましょう。はい。バイバイ。